仙骨がね、痛いわけ。あ、そう、大丈夫ですか？痛いわけ。なんかゆりかもそんなこと言ってた。なんだっけ、尾てい骨って思ってたら、先生に仙骨って。先生やさぽよだもん。でもね、先生いつも浮いてるの、なんか やば忙しいんだよ先生、なんかいつも世話しない可愛い。でもゆるふわな感じ。男の人ですか？うん、ゆるふわ。うん、このいつも30分なんだけど、この間1時間やってくれて、え、先生お金一緒でいいんですか？仙骨重点的にやったんで理由になってねとやばいやつ、優しい。戻ってきて、で、バーン言って、バーン言って、バーン。オッケーです。